メズッともめちゃんです。今日は12月に入ってから初めての日曜日なんですよ。だから今日は12月のパークの混雑状況を見に行きます。だからぜひこれからユニバに行く予定の方はこの動画を参考にしてください。あとちなみにこのTV はこれからもユニバの混雑状況をお伝えするんで、ぜひねチャンネル登録お願いします。じゃあ早速やっていきます。ブルーン。そしてここ数日のユニバの天気と気温はこんな感じです。でここ最近の気温なんですけども、まあ、昼ももちろん寒いんですけども、朝と夜が超寒い。だからこれからユニバに行く予定の方は寒さ対策は徹底してください。マジで最近ユニバはやばい。そしてユニバって基本的には公式オープン時間より早くオープンするんですよ。で今日は公式オープン時間が9時なんですけども、なんと7時45分にオープンしました。いやーかなり早いな相変わらず。そして今日もユニバのパークの混雑状況を見る前に、今日のユニバの各チケットの販売状況を見に行きます。まずは年間パスポートとユニバのスタジオパスとかの入場チケットは通り過ぎても余裕で買うことができます。そしてエクスプレスパスに関したらセブンとホーどっちも売り切れです。ですけどモンスターハンター XR オークのチケットに関したら通り過ぎても買うことができます。そしてチケットの在庫状況的には今日はさすがに日曜日なんで遠方ゲストが多いからエクスプレスパスは売り切れてます。で僕今日7時45分にユニバに着いて入ったんですけども、オープン時間の時点で入場するまでに20分かかりました。だからまあ別にまあ普段の日曜日ぐらいの混雑なんで、今日は爆ゴミしてるわけじゃないです。で今日は年間パスポートライトと年間パススタンダードの除外日なんで、果たして除外日はどんな混雑か見に行きます。そして今日のエントランスの様子なんですけども、やっぱ今日はさすがの日曜日なんで、にぎわってるっちゃにぎわってるんですけども、まあ11月の土日に比べたらまだ混雑落ち着いてます。まだマシやわ。そして呪術廻戦ザ・リアル 4D に関したら11月の土日とかは100分待ち超えが当たり前やったんですけども、ここのアトラクションも混雑落ち着いてます。だってびっくりするのが、呪術廻戦のフードカードなんか11月の土日とかはもう買うまでに3、40分かかってたんですけども、今はもう並んだら一瞬で買うことができます。だいぶとマシやな。あと呪術廻戦のポップコーンカートも土日はすごい列やったんですけども、ここも一瞬で買える。そして呪術廻戦とのコラボレストランのトリチ呪術厚生食堂に関したら、今の時間帯で余裕で入店整理券取ることが可能です。だからここのトリチ呪術厚生食堂に関したらもう攻略いらないですわ。この指苦手やねんな。そしてスペースファンタジー・ザ・ライド付近の様子なんですけども、このスペファンも先週まではもう60分待ち超えも100分待ちとかも言ってたんですけども、やっぱここのスペファンの待ち時間見ても落ち着いてるわ。いやちょっと今日のパークまだスペファンと実しか見てないけど、予想してるより空いてるいやそうなんやな、こうなるんや混雑。そしてグラマシーパークの様子なんですけども、ここも先週の日曜日とかは、まあ、昼間なのに人が多かったんですけども、今日はここ見てもちょっと混雑落ち着いてるわ。そしてこのツリーちょっと思ってんけど、曇りの日やったらもう昼の時点でちょっぴり点灯してるんよ。だからもう点灯始まってますわツリーのそしてスパイダーマンがあるニューヨークエリアの様子なんですけども、ここのエリアも11月の土日とかやったら歩くのも大変ぐらい混んでたんですけども、ここの道もわりかし快適に歩ける。全体的に先月に比べたらパークの混雑落ち着いてるわ。ニューヨークエリアにあるデラーシーストリートも比較的に人が少ないからいっぱい写真映え写真撮ることができるわ。ちょっとびっくりやな。そしてフードカート密集地帯のラグーン沿いにあるノーリミットマーケットなんですけども、ここも今お昼時に差し掛かってるんですけども混雑控えめやわ。だから今日日曜日なのに
普段はフードカートを買うのに1時間以上待つことはあるんですけども、今回はもう一瞬で買えるわ。3組ぐらいしか並んでない今の時間帯で。でいつも思うけど、これ絶対俺のお腹がモデルやんですけど、ミニオンパークに関したら、まあ、今年のユニバのクリスマスイベントってファミリー向けのイベントが多いんで、ファミリー層が増えてるんですよ。でファミリー層が増えたら基本的にはここのエリアが混むんで、ミニオン系のアトラクションは今日のユニバの中でしたらまだ混んでる方です。でもハロウィンの爆発的な混雑に比べたらマシですけども、ここのエリアは注意が必要かな、さすがに。そしてサンフランシスコエリアの様子なんですけども、ここってミニオンパークからジュラシックパークエリアにつながる道で、まあ人通りは多い方かなここに関してはだから、ここにあるフードカートとかレストランはちょっと混雑しやすい傾向があります。あーけど前一周した時はここのフードカートも列並んでたんですけども、一瞬で帰るわ、誰も並んでない。そしてジュラシックパークエリアの様子なんですけども、まあでもここに関してはやっぱフライングダイナソーとかの人気アトラクションは待ち時間長くなってますわ。でも11月の土日なんかはもう余裕で100分120分待ちとか言ってたんで、それに比べたらちょっと待ち時間は落ち着いてます。いやでもそれでもやっぱ並ぶな他のテーマパークと比べたらやっぱユニバー混んでるわ、空いてても混んでる。来た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 、すごいでかい。そしてウォーターワールド付近の様子なんですけども、今はウォーターワールド運休中なんですけども、ここは相変わらず任天堂ワールドの入り口があるから任天堂ワールドに行き交う人でにぎわってます。そしていつも通りに任天堂ワールドの様子を見に行きます。そして今日の任天堂ワールドの入場整理券情報なんですけども、今日は8時10分の時点でエリア入場整理券発券になりました。で僕はだいたい8時半の時点でこの10時50分から11時50分の整理券をゲットして、今の時点での整理券がこんな感じです。いやーでもやっぱりパーク全体的にはちょっと混雑落ち着いてるんですけども、ここの任天堂ワールドはクリスマスシーズンでファミリー層が多くて大人気やから整理券取るのも難しいです。だからこれから行く方はもう朝一に任天堂ワールドに行って公式アプリで整理券情報をずっとチェックしてください。そして今日もピーチ姫がマーベルヒーローみたいなやつがいる世界行ってきます映画やけど。おお、そして今日もやってきましたよ。ちょっと今日は曇り空なんですけども、相変わらずここのゲームの世界はカラフルでいいわ、どこ撮っても写真映え。そして今日もマリオの世界を一周するんですけども、11月の土日なんかはここのエリアもう歩けないレベルに混んでたんですよ。でも、まあ、今日はまだ歩ける全然マシやわ11月に比べたら。そしてパワーアップバンドアクティビティも11月の時はもう混んでたら1時間以上待ちに近かったんですけども、今回はまあ30分ぐらいあったら体験できます。ここも比較的に体験できる。そしてマリオカートの待ち時間なんですけども、このマリオカートも11月の混雑日でしたら2時間待ちとか3時間待ちとかもあったんですけども、それに比べたらやっぱ混雑落ち着いてる。でも全部のアトラクションの中でもやっぱマリオ系はずっと混んでるわ、うん、だからまだまだ注意が必要。そして任天堂ワールドの下の階の様子なんですけども、まあ、他のエリアに比べたら混んでるのは混んでるんですけども、やっぱ11月に比べたらマシいやーこことかやばかったからね、
先月ですけど、木の病会に関しては相変わらず入店整理券が必要で、今の時間帯で13時からの入店整理券発券中です。キノピオ、イエイイエイイエイ。そしてアミティビレッジというジョーズのアトラクション付近の様子なんですけども、ここはジュラシックパークエリア、ニンテンドーワールドからワンダーランド、ハリーポッターエリアにつながる道で、普段から人通りが多いんですけども、ここの人通りを見てもやっぱ11月よりかはマシ。いやもう前洪水みたいな感じだったからね、ここのエリアなんか特に、うん、そしていつも通りにハリーポッターエリアの様子を見に行きます。そしていつも通りに歌いますか、マミーマミーポータ12月も歌うよ。そして今日の魔法界の様子なんですけども、ここの魔法界は任天堂ワールドと違って基本的には入場制限かからないんですよ。だからいつでも出入り可能なエリアなんで、ここのエリアはかなり賑わってるけど、まあここに関しても11月の土日とかはもうここも歩けないレベルだったんですけども、先月よりかはマシですわ。でも最近やっぱ遠方ゲストが増えてて、ハリーポッターエリアのアトラクションはまた待ち時間が長くなってます。けどここの魔法界のフードカートも、前はもう買うために 3,40 分かかってたんですけども、4組ぐらいしか並んでないからすぐ買える。そして今日の曇り空ホグワーツです。でもホグワーツに関してはこのぐらいの天気が一番似合ってる気がする。いやーこの家斜め向いてるから欠陥住宅やわ。でワンダーランドの様子なんですけども、ここのエリアは土日だったら特にファミリー層が増加するんで、土日に混みやすいエリアなんですよ。だから12月の平日に比べたら、まあ、混んでるっちゃ混んでるんですけども、ここも11月の土日に比べたら混雑はマシです。もう11月なんか、まあ、ここにはまあ一部のアトラクションを事前予約できる予約乗りがあるんですけども、フライングスヌーピーとエルモのバブルバブルの予約乗りが販売終了があったんですよ。でその時もエルモのバブルバブルなんか100分待ち超えることもあったんですけども、それよりかマシ。あけどハローキティのカップケーキドリームは10分待ちやわ。まあさすが混んでるなやっぱり。そしてセントラルパークの様子なんですけども、ここはさすがにいろんなエリアにつながる場所であるのでやっぱ混んでますわここのエリアは変わらず。だからここにあるアズーラディカブリっていうレストランも現在45分待ちやわ。でも11月とかは2時間待ちとかもあったんで、先月よりかはマシ。そしてユニバーサルモンスターズロックンロールショーは急遽運休になりました。今のところでいつ復旧するか分かんない状態なんですけども、そのためにグリーティングがあります。ちょっとハモったアナウンスと。そしてハリドリの待ち時間なんですけども、このハリドリも11月とかはもう120分待ち180分待ちっていう異次元の待ち時間やったんですけども、それよりは混雑マシなってるけど、まあハリドリとかバックドロップって最近は夕方以降にちょっとずつ待ち時間が長くなる傾向があるんで、そこら辺は注意してください。でも今の時点で待ち時間2桁台か、めっちゃ珍しい。前なんか1日中100分待ち超えやったからね。チャーリーブラウン思っきりエルボーしてるはい、じゃあ今日は12月の休日のパークの混雑状況を見に行ったんですけども、見に行った結果比較的に空いてましたね。でまあユニバーが空いてるって他のテーマパークからしたらまた混んでる方なんですけども、11月の土日に比べたら空いてました。ですけどこれから年末にかけてどん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 混雑変わる可能性があると思うので、またこのおまみ TV ではユニバーの混雑状況をお届けします。でこの豆ちゃん、もう一つ YouTube チャンネルがあって、それが旅するまみちゃんがあるんですよ。でそこではまあいろんな場所に行って僕の旅行をしてる姿をお届けしてるんで、ぜひこのねチャンネルも概要欄にあるんでチャンネル登録よろしくします。以上、これからも12月を見つけようたいのまみちゃんでした。だからなんやねんそれ。
はい、じゃあこれからもいろんな動画を上げるんで、ぜひねチャンネル登録とグッド評価、そして通知ボタンもお願いします。じゃあバーイ。